ジャースター生命 J1 リーグ第22節名古屋グランパス戦。いやー、首位対決ということで、ついにね、ついにね、この時が来ましたけれども、はい、楽しみです、本当に。はい、本当は7月、アウェー戦は7月の予定だったんですけど、うん、まあ、ACL がなくなって、うん、まあ、この時期に試合がないっていうことで、うん、まあ、ACL が7月に来るだろうっていう予想もあり、はい、はい、前倒しになっての開催で、ちょっとキックオフが早いんですけど、そうですね、デーゲーム、まあ祝日なんで、はい、はい、皆さん見れるかと思いますが、はい、はい、まあそうですね、夏の名古屋の開催から、うん、この5月の頭とか4月の末かになったんで、うん、まあ、多少フロンターレ的には優位に働くかなと。そうだね、あんま夏の名古屋でのアウェーゲーム、まあ、あんまりいいイメージがないので、はい、はい、まあまあ過去も含めてね、数年前とかも含めてあんまりいい結果は出てないんで、ね、まあそこはちょっとラッキーかなと思いつつ、はい、はい、まあでも終結戦なんで、はい、楽しみな一戦で、はい、第一ラウンド、うん、楽しみたいですね。連戦だからね、名古屋が、はい、うん、いやもうお互いにこの第一戦目でどういう風にスタンスで、どういうスタンスで挑むのかっていうのは結構楽しみですね。はい、はい、ということで、じゃあ今回のこのゲームのスタンスを、はい、ゲームプラン、ゲームプラン、はい、はい、まあじゃあ名古屋から、うん、名古屋はまあある程度のね、うん、チームのその解説特徴とかね、うん、長所とか解説してる動画はあるんで、はい、はい、ちょっとまだか概要欄に貼っとくんで、はい、ちょっとそこもご覧いただければ、うん、いいかなと思いますけど、うん、めちゃくちゃ面白かった、聞いてて、ああ、よかったよかったよかった、ちょっとぜひご覧ください。はい、はい、で名古屋に関しては、うん、まあどれだけこのセットディフェンスやっぱ硬いんで、うんうん、ディフェンスが、はい、なのでカチッとしたディフェンスをして、うん、そこからどれだけウイングに早くボール届けるか、うん、でそこからチャンスメイクするかっていう形だと思うんで、うん、どれだけこのセットディフェンスで守れるか、うん、そこが多分一番大事だと思うので、はい、なんでゲームのテンポを不必要に上げないっていうのは名古屋は一番意識するところかなと、なるほど、思いますね。なんでまあ、ちょっとボール奪われたらこの深い位置で、まあ、カード出ない程度でファールで止めちゃうとか、うん、っていうところであったりとか、もう本当にそういうところ、まあ、三笘が多分カウンターとかでこう真ん中でボール持ってスルスルって抜けたりするシーンとかもあると思うんですけど、うん、なるべくそういうシーンを作らない、うん、で作られてもある程度ファールで止める深い位置でっていうことがすごく意識されるんじゃないのかなっていうふうに思いますね。なるほど。あとはまあ簡単なミスは減らそうっていうところで、うんうん、まあターゲットの山崎選手とかいるんで、うん、まあそこに目がけて危なくなったらもうボール蹴り込む形になるかなっていうふうに思いますが、うんうんうん、とにかく変なボールの取られ方をしないっていうところと、うん、このセットディフェンスじゃない守り方をなるべく減らして、この自信のある守り方でどれだけ対応していけるか、はい、はい、ここが名古屋は一番意識するところかなと思いますね。はい、はい、なのでゲームテンポを上げない名古屋は、はい、はい、という形ですかね。はい、はい、でフロンターレの方、うん、フロンターレは逆にゲームテンポを上げたい、うん、っていう感じですかね。やっぱこの前の選手たちの、うん、その技術もそうですし、うん、こうシュートまでいけるところも含めて、うん、あとはその名古屋がカチッと守ったらやっぱり崩すの難しい、うん、っていうことでやっぱ早く攻め切りたいっていう風な形ではあると思うんで、うんうんうん、まあ、どれだけそのゲームテンポを上げていけるかっていうところがまあ一番注目になるかなっていう風に思いますね。はい、はい、なんでまあそのボールをね、まずはそのフロンタレ的には奪いに行くのか行かないのかっていうところも見てほしいですし、うんうんうん、はい、奪いに行くとしたら、まあ、名古屋のどこを狙いどころにするのか、うん、意外と狙いどころがないと思うんで、うんうん、まあ、個人的にはちょっと吉田豊のところが一番ボールをこう蹴ってくれるかなって気がするんですけど、はい、なんでまあこっちの左サイド誘導してうまく消しながらっていう風な形で守っていくのかなっていう風に僕は勝手に思っていますが、はい、はい、このねどれだけボール奪われない程度に回すのは名古屋はうまいので、うんうんうん、ここをどれだけ圧力をかけられるかっていうところがまあ一番キーになるんじゃないかなっていう風に思いますし、はい、あとはあの攻撃でしっかりと幅を取るとところ、うん、広島戦は残念ながら取れてなかった、内側に入っていっちゃって、うん、真ん中が空いてた分チャンスだと思って内側に入っていって、うんうん、でその分こう周りもギュッてなるんで結果的にいっぱいいっぱい、あでチャンスが作れませんでした、でカウンターいっぱい受けましたっていうシーンがあったので、はい、どれだけちゃんと三笘とか家長が
こう我慢して幅を取れるか。で、三笘がこうボールを持った時に、うん、ある程度1対1で抜かれるとまずいと思うんで、うん、2対1とかって構図ができると思うんで、うん、そうね。そうすると守備陣形はやっぱほころびやすいと思うんで、うん、こう空いたところを使うとか、うん、もちろんそのままドリブルで抜くでもいいし、うんうんうん、ってところでしっかりと幅を取ることでこうやって引きつけて真ん中を開ける、うん、で、そこをうまく使う、はい、はい、フロンターレはここが一番大事になってくるかなっていうふうに思いますし、はい、はい、そういうふうにやってほしいなっていう、そうね、うん、願望も込めてこんな感じかなというふうに思いますね。あとはまあ青のミドル、うんうん、まあ、ここが空いたりとかしたら、こっちがな空いたりとかしたら、まあここ空いてくるんで、うんうん、まあ、真ん中ではスルーパスでもいいし青のミドルでもいいし、うん、っていうところ。あとは上背のところでシミッチとも出てるんで、うんうん、セットプレーでチャンス的はもういっぱいあるんで、はい、出るかなっていうふうな感じはしますね。ここはちょっとセットプレーも期待したいところだなと思います、はい、なるほど、はいはい。じゃあ次にスタメンに移ろうと思うんですけど、はい、まずシミッチが、そうですね、帰ってきてスタメンで起用されてますけど、はい、フルス対決ということで、はい、楽しみ。期待値は高いですか？いやもうね、うん、はい、僕はもう本当に浦和戦からシミッチがチームにフィットしたと思ってるんで、うん、はい、もうそこからのね、あのボール持ってて困るっていうシーンがなくなって、ターンも本当にキレが出てきましたし、うん、まあ、そこもね含めてフルス戦なんで、うん、そろそろ初ゴールとかね、うん、出れば乗ってくると思うんで、そうね、そうね、そうね、はい、チームとしても、はい、はい、なんで期待をしたいなっていうところですかね、うん、まあ、あとはその名古屋が、うん、おそらくボール取るとしたらシミッチのところ、うんうん、でプレスかけてきたりとか、うん、こう消してきたりとかすると思うんで、うんうん、いかにここをねさばききるかっていうのもすごく大事だと思うんで、うん、はい、ここも含めてちょっとシミッチ期待したいですね、はい、はい。あとはそうだ、久々の車屋が、はい、はい、そうですね、サイドバックに戻ってきまして、はい、いやもうやっぱりドリブラ対策、うんうんうん、なるほどね、パワーとか、うん、そういうスピードとか、うん、っていうものがある選手に対してやっぱり車屋、ああ、そうなんだ、当てたいなっていうふうな気がしてて、へえ、でそれだけじゃなくてもうクラシコのね、うん、働きぶり見てても、ああ、もう内に入ってもいいし、うん、そのまま外かけるのもいいし、うんうんうん、使い分けもうまくやってましたし、カオルとの相性が良かったんだっけ、そうそうそう、そう、割とあんまり見れてなかったんですけど、うんうん、このペアは、うん、まあ、ただそれもすごく無難にこなしていて、うんうん、で、まあ、セットプレーでもそのターゲットにもなれると思うので、うんうん、ここは結構注目したいですし、やっぱクラシコのね、あの積極性とか見てると、うん、こういうやっぱ大一番、ね、この対策も含めてそれを上回るような攻撃の絡みも含めて見せてくれるんじゃないかなっていう期待感があるんで、はい、はい、ちょっとここは車や先発で、なるほど、まあ、ホームでは多分ボール持ってよりね主体的に攻めるってことを考えると、うん、まあ上りがスタメンに来るかもしれないですけど、うんうん、まあ、アウェーはちょっと車やで一回スタートかなっていうふうに思ってます、はい、はい、じゃあそれ以外のフロンターレは基本的にはベストメンバーですよね、もう、うん、いやもうこの2連戦はねどれだけあの足がちぎれててもベストメンバーで戦い切るっていうのがやっぱあると思うんで、なるほど、はい、お互いにもう本当に自分たちの 100% お互いにぶつけ合って、うんうんうん、うん、っていう形になると思うんで、ね、まあ、そうだよね、守備対決だからね、文字通り本当にもうシャーレをね、うんうんうん、どっちに行くかっていう2連戦になると思うんで、本当にそうね、はい、ここはもう本当バチバチのを期待したいですね、うん、はい、はい、名古屋側は、はい、はい、注目選手、いや的なところ全然スタメンでも大丈夫、ああ、そうね、やっぱまあガンバ戦の試合後のインタビューで、うん、川崎が上だとは思ってないっていう風に言ってくれた相馬選手とか、うん、で体やっぱ切れてますし、うん、注目ですね、やっぱこれぐらいそのなんだろうな、こうバチバチしたようなコメントを出してくれるっていうのは、うん、正直見てる側としてもかなり盛り上がると思うんで、その感謝も含めて、はい、しっかりと結果でお返ししたいなっていう風には思いますし、ガンバ戦の2点目綺麗だったからね、ゴール、いや切り返しも深かったし、いや本当に本当に、やっぱここのウイングの出来は生命線なんで名古屋は、うんうんうん、やっぱあれぐらいキレがあるとやっぱり素晴らしいなっていうふうに思いますし、うん、はい、まあ、あとはそうですね、名古屋で言ったらまあもう本当にだからここのボランチの回収力だったりとか、うんうん、っていうところがここのボランチのところの出来がかなり大きいと思うんで、うん、はい、もうここはちょっとはもうボールを奪って早く届けると、うん、で、うん、変なとこ開けてセンターバック出されないようにするとかっていうところも含めて、うん、か
かなり神経使うと思うんで、はい、はい、そこも名古屋では、まあ、注目というかね、うん、はい、そんな感じになるかなというふうに思ってます。はい、はい、じゃあホームの名古屋側の注目選手から、うん、はい、はい、お願いします。難しいよね、いい選手いっぱいいるからね。まあでもマテウスかな、やっぱり最近ちょっと調子がちょっと落ち気味なところがあって、うん、でこの試合だとまあ散々ねボランチとかも注目に挙げたりはしてるんですけど、うんうんうん、まあ宮原のところで、うん、まあ、三笘がおそらく退治するだろうっていう、うん、ところでおそらくヘルプに行かないといけないケースも結構増えてくると思うんで、うん、まあ、これをどのようにして守るのかで、ヘルプに行くんであればマテウスが戻ってきてまたこの低い位置から攻撃しないといけないんで、うんうんうん、このタスクをこなせるのかマテウスが、おー、ここは結構注目をしたいですね。はい、はい、そんな感じです。名古屋は今見てると阿部ちゃんはいない。阿部ちゃんはそうだね、ちょっといないですね。なるほど、はい、なかなか序列が上がってこないんで、まあでも守備うまいんでね、うんうんうん、どっかで2連戦のどっちかでスタメンでぶつけてきそうな気がしますけどね。なるほど、うん、はい、はい、川崎側の注目選手お願いします。まあここの攻防っていう意味では三笘もすごい注目なんですけど、うん、っていうのも、まあ、このマテウスと三笘どっちが相手の敵陣でプレーできるか、うん、でどっちが、まあ、例えばこういう風に押し込むこともできるし、うん、逆にこうやって攻め込まれたりとか、まあ、ここはちょっとやられちゃうっていう風になると戻っていかないといけない、うん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 、これどっちのドリブルがこうより高い位置で効力を発揮できるか、うん、ってところはより注目かなと思いますが、はい、まあでもやっぱ一番はシミッチ、お、はい、もう先ほど話した通りですが、はい、もう密着マークを受ける可能性はあると思うので、うん、ターンで剥がすでもワンタッチでいなすでもいいですし、うん、はい、ここがやっぱりボールをね配れることで、うんうん、はい、攻撃活性化すると思うので、はい、あとセットプレーのゴール、うん、はい、もう期待したいっていう感じですね。なるほど、古巣なんで、そうね、相手が、はい、はいはい、ちょっと素朴な疑問なんだけど、はい、シミッチって結構なんか前にスルーパス出せるじゃん。そうだね、前線に、うん、これでリョータが帰ってきて、うん、リョータが出ますってなったらシミッチとリョータ両方一緒に使うと思う。ああ、まあでもそうなるんじゃないかな。したらめちゃくちゃ強くない？そうね、まあなんかこんな感じになるのかね、まあ、ダブルボランチ気味になるというか、うんうんうん、うん、っていう感じになるんじゃないですかね。大島くん帰ってきたら帰ってくんのかね、うん、多分ちょっとまあ間に合わない気がするんですけど、うん、ちょっとまだね。けどまあでもシミッチがいたら、まあ、ダブルボランチ気味になって、うん、でここで密着マーク受けてたら、まあ、ちょっとここら辺の位置にいてくれれば、うん、引き取ってここでまたボール散らすとかっていうのもできるんで。すごいよね、選手さん、はい、本当に熱いね。そうね、大島くん戻ってきたらね、うん、パスレンジがやっぱ広いんで、大島くんの場合は、なんでまあもう本当に2人のもう司令塔というか、うん、はい、パス散らせる選手っていう意味では今、噛みそうになったけど、まあ、パス散らパスをね、はい、はい、パスを散らせる選手という意味では、うん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 、はい、やっぱ復帰したらだいぶまたチームとして一段上に上がる大丈夫チームとしてチームちょっとやばい、うん、ちょっとやばい、はい、じゃあチームとして、はい、チームとして一段、うん、一段上に上がれるような復帰にはなるんじゃないかなと思いますけどね。はい、はい、分かりました、まあ、この辺はね、うん、またフロンターレの特集でもやると思うので、はい、はい、そこをちょっと楽しみにしていただければというふうに思います。はい、はい、じゃあ予想スコアいきますか。予想スコアね、はい、私は 2-1 で川崎かな。はいはいはい、で 1-1 のドローもあると思う。 1-1 もありそうだよね、うん、まあ、0-0 にはならなそうな気が。そうだね、点は動くとは思うけど、うん、まあ 2-1 ぐらいなのかな、うん、まあでも 1-0 とかな気がするかな。あ、どっちに転ぶんだろう、フロンタルかな、うん、はい、勝たせてください。はい、まあ、正直引き分けでもいいかなと僕は思ってますけど。あ、まあまあまあ、そうね、はい、そうね、負けなければいいと思う、はい、全然。でもあれなんで、サポーター毎試合勝利を願うんで、うん、はい、 1-0 の勝利で、僕は、私は 2-1 の勝利で、うん、ちなみに誰がシミッチですか。でもシミッチじゃない。あ、そうか、ノボリがスタメンじゃないから。ノボリがスタメンじゃないんで、うん、はい、あのホームゲームはノボリが多分点取ってくれると思うんで、はい、今回はシミッチのセットプレーで、うん、
一撃食らわせてくれるんじゃないかなと思います。なるほど、はい、期待したいです。はい、私はダミアンと、うん、これだったら山根かな。うん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 、ああそうね、山根も確かにね、うん、出来はもうずっとすごいからね。うん、そうね、まあ、やっぱこうダミアンぐらいこうプレスが迫力があればね、名古屋のビルドアップ、ね、ボール取れるかな。うん、うん、ちょっとね、やっぱダミアンは今シーズンも気持ちも入ってるんで、うん、期待したいよね。そうね、うん、名古屋側は相馬くんって言いたいけど、個人的には吉田豊かに消えた。あ、そうね、そうね、はい、吉田豊ね、うん、吉田豊かな、うん、まあでも本当に学ぶも含めて、うん、安倍ちゃんとか、はい、あの結構懐かしく、懐かしくというかね、うん、はい、あの旧友との再会もある、そうね、試合なんで、うん、はい、まあそこも楽しみにしつつ、うん、で名古屋には先制点取られると、うん、あのこもられちゃうんで、そうね、はい、それがないように、はい、もう死ぬ気で先制点を奪いに行ってほしいなと思います。はい、はい、じゃあそんなところで、そんなところで、はい、連戦にはなり、はい、一応フロンターレが2週間空いたんだよね。まあ1週間半か中10日ぐらいかな、うんうんうん、この10日ぐらい空いたんで、はい、まあ休息は十分に取れてるかなと、はい、思うので、久々のね休みも取れてると思うので、うん、名古屋側は結構強いチームとね当たってのフロンターレ、フロンターレだから、うん、あれかもしれないけど、そうね、うん、フロンターレと戦った後の相手は結構調子崩しやすいんで、うん、うん、まあそこも含めてちょっと名古屋は反動が結構でかそうな気はしますけど、はい、まあもうそんな関係ないんじゃないですか、意地なんで。そっか、この2試合に関してはそうね、はい、この後は知らないけど、うん、この2試合はもう本当に死ぬ気でお互いにぶつかり合うんで、はい、はい、もうJ 史上最強のね、うん、攻撃力と守備力が、うん、はい、ぶつかり合うんで、怖いね、ちょっと楽しみですね。はい、はい、楽しみましょう。はい、もう心の底からね楽しみたいと思います。はい、はい、フロサプ FC では毎節のプレビューやレビュー、それから図紹介や一人の選手をピックアップして深掘りしていくような動画を上げていきます。チャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。はい、はい、それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。